ってみましたが、私は着付けは YouTube で覚えたんですね。でもやはり YouTube で覚えただけだとどうしても、綺麗なね着姿っていうのにちょっとなかなかねたどり着けず、どうしても自己流で着てしまうと襟がこう寝ずにねこう立ってしまったりですとか、エモンがねこう綺麗に抜けなかったりですとか、あとはこの辺ですね、胸元がグズグズしてしまったりですとか、やはりコツがあるんですね。でなかなかそういったコツをね教えてくれる動画がなかったので私撮ってみました。特に、気をつけたのはこの胸周りのすっきり感ですね。ここの、脇ですね、この脇横、ここの着物の布がダブついてしまうとちょっとだらしない着姿に見えてしまうので、すごく年齢が高くなって、こなれたねシワも味よというような着付けにはいいと思うんですが、40代50代大人着物を普段綺麗に着たいなという方のために、でこの脇のね処理にこだわってみました。私のやり方はね、ここの胸元のラインを綺麗に出すというのが特徴になっていますので、ぜひご覧になってください。そしてもう一つのポイントです。もう一つのポイントはおはしょりですね。リサイクル着物ですとかアンティーク着物ですとか、例えば譲っていただいた着物の場合、自分のサイズじゃないとここのおはしょりがドーンとね長いまま着ている方とかもたまにお見受けします。おはしょりが長ければ長いほどスタイルが悪く見えるんですね。そして、足が短く見えます。ただでさえね寸胴体型作ってますから、せめてねシュッとした着姿になるようにおはしょりは、指1本って言いますけれども、私はだいたい半分ぐらいですかね。お好みで自由な、好みの長さにおはしょりを調節する方法ですね。あとはラインをまっすぐ、そしてお手洗いの時にです、このねお太鼓の下タレを上げて、通常はこのおはしょりを引っ張ると背中のシワが取れますが、おはしょりを2段にした時にさらにこの中に手を入れて、おはしょりいいですか、背中の布が動きますよ、ここ今分かりましたか、ここ引っ張れるような2段おはしょりのやり方というのをやっています。はい、今日は着付けをざっくり、分かりづらいところだけ拡大してお見せしたいと思います。まず着物を広げると襟の部分、これは広襟といって真ん中で折るようにできています。ボタンがついていますので、大抵ボタンとかあと糸とかついているのでね、ここをパチッと留めてください。ボタン一つのところ、ボタンはね一つの場合もあるので、で半分に折ります。半分に折ったらそのままずっとこの襟を半分に折っていくんですね。襟を半分に折っていきます。そうすると縫ってあるところがあります。掛け襟っていうんですが、縫ってあるところまで折ります。反対側も縫ってあるところまで折ります。縫い止まり、ここね縫ってあるところを片手で持ちます。ここ片手で持ってそのままこういう持ち方ですね。このまま下から肘を中に入れて肩まで上げます。この時にまだ持ってます。この時にこう洋服のようにこう羽織らないでくださいね。下から肩にかけます。でここ持っときますよ。で持ち替えてもいいんですけど、持ったまま襟を合わせながら前で押さえ、この時片手で持っています。そして片手で袖つかみます。このまま袖の中に入れます。
反対側も持ち替えて、襦袢の袖を持って袖を通します。そしてまだここ持ってます。前で合わせて背中心を持って、ここ背中心と言いますね、背中の縫ってあるところ、背中心と今持った前を引っ張り合いっこします。こういう動きですね。そうすると襟がピタッとくっつきますので、ここで襟から襦袢が出ないように調整します。襟から襦袢が出ないように少し襟の方を上に上げてあげます。耳の下、耳の下から襦袢の部位が来るようにしてください。ちょっと下下がります。わかるかな。ここ、この襟が決まったら着物クリップか洗濯バサミで襟を留めておきます。まだ持ってますよ。初めてここで離して広げて、この襟先ですね、襟先をまとめて持ちます。背中心を持って上に託し上げます。裾の長さ、前に持ったこの押さえてるのは、体お尻にピタッとくっつけてます。前で引っ張って、ここお尻のところにしっかり布が張り付いています。前で引っ張っているのでお尻が張り付いています。こっち側から見ましょうか。お尻に張り付いています。この状態でまた背中心持って、こう前後に振りながら裾の長さを合わせます。裾は床すれすれで、前でこれ押さえてますよ。引っ張ってる、引っ張ったまま両手持ちして、これまだ引っ張っています。前に向かって引っ張っています。左がかぶさりますが、この左のここ、左脇線が体の横に来るように合わせます。右を引っ張って左の脇線が体の横に来るように合わせます。この時お尻にぴったり張り付いています。この状態で右を、左を開き、また右を持ってきます。ここ巻き込みます。折り返すか巻き込みます。この時裾は上がっています。裾は上がっています。ここね、裾が上がっています。この状態で肘で、この肘ですね、ここ、肘で中に巻き込んだ布ごと押さえて左をかぶせます。この時もう一度裾の長さを確認します。床すれすれぐらい。その時にこの全部託し上げますよ。ピシッと布はここに紐巻きますから、上に託し上げます。余った布は上に託し上げて、ここを右手で腰を押さえます。これで手が離せます。左手も託し上げておいて、長さを確認して、この状態で腰紐をかけます。もう真ん中を持って、そしたら後ろに持っていって交差させ両方に引きます。キュッと引きます。これで締まります。この状態で脇に持ってきてからげて、このままひっくり返してからげちゃってもいいですし、今2回からげたのをリボン結びしてもいいです。お好きな方でやってください。この時点ではまだ紐このままです。で、裾の位置をもう一度確認したら、託し上げたものを下ろします。宮津口から手を入れて下ろします。
時に結び目に手を入れ、後ろまで持っていき、もう一度前に持ってくると緩いなって余りが出ますので、もう一度締めます。そして結びます。結んだ先っちょはからげて処理します。こんな感じ。はい、そしたら後ろはこういう動きですね。こういう動き、宮津口、袖の開いてるところから手を入れて整えます。今度は襟ですけれども、2つ折りにしたのが開いちゃってますので、この縫い目のところまでの2つ折りをもう一度します。洗濯バサミで止まってるところから縫い目まで2つ折りにします。洗濯バサミで止まってるところから縫い目まで2つ折り、こちら宮津口から手を入れて、こっちの手で反対の襟つかみます。同じ縫ったところね、掛け襟のこの縫ったところを持って襟合わせしていきます。この時に耳のちょうど顔正面向いた時の耳の下からこの襟が V の字で出るように、ここがもしこう線が入っていたら、ここにひし形ができます。V の字ですね。これは首の太さや長さや顔の丸みとかに応じて、例えば白い襟を出す部分を少なくしたり、例えば多くしたり、ここのひし形の位置、この襟の出し方は顔立ちや体型で、あと年齢とかによってお好きなものにしてください。この襟を半分から折ってきたものをこちらの手で引っ張りながら、広げていきます。ここまでは真ん中、ここから先は広げていきます。これを左右対称にやります。この手の動きは両方からこう X になるように動きます。いきますね。こうですね。で、この襟の出方が決まったら、ここで一度後ろの布を引きます。引いて中に入れて上をかぶせます。今これここで襟を押さえてますよ。そしてこれ肘で一旦押さえてから、反対側も引いてあげて、ここかぶせてあげます。で、肘で押さえておきます。この状態で紐を取ります。腰紐を取ります。腰紐は長いので真ん中を持ちます。真ん中を持ったら、まずここね、後ろの布を脇っちょに入れて、で親指で入れますよ。親指で入れて、上からこの胸の横、脇の布を押さえながら、ここに袖は挟まずに仮紐をかけ、肘で押さえます。このまま襟が曲がらないように持ってきて、ここも後ろから布を引き、中に入れて上の布をかぶせて、わかりますかね、腰紐を後ろに回します。この状態で腰紐を後ろで引っ張ります。後ろで引っ張ったら交差させ前でに持ってきて縛ります。この時ここですね、脇がきれいに布が織り込まれて入っている。この時前から来た布が織り込まれて
綺麗に入っているか確認します。この時点で一度息します。で2回からげてリボン結びして紐の先をしまいます。そしたらここですね、この接中心の布を引きます。下に引いて人差し指で脇に布を寄せます。ここですね、引っ張りたいのはこの布です。この布を引くと背中のシワが取れ、背中心が背中の真ん中にきます。で、この背中の布をきれいに折り込みたいんですね。親指を使って背中の布を前に、先ほどの前の布がかぶるようにしまいます。こんな感じ。反対側も後ろから持ってきた布が親指で押しながら折り込んで前の布をかぶせます。そうすると背中がシワなくきれいに決まります。次におはしょりですが、このまま帯を巻いちゃうとボワボワしている上に、長いですね。なのでここの処理をしたいんですが、別動画にありますが、中に手を入れてこのおはしょりをこう上げていきます。中のおはしょり、このおはしょりですね、この下側にある布のおはしょりを上げていきます。そしてここ1枚押さえて、ここでアイロンかけます。今わかりますか？手はこういう風に動いています。おはしょりを1枚に、ここ1枚にしてアイロンかけます。この時にこの前の縫い目が綺麗に上下揃うようにするのと、おはしょりの線が床と平行になるように整えます。これが前の部分のおはしょりです。そして後ろはこのまま横のこのラインを合わせて、後ろも長いので上げていきます。上げたおはしょりは寄せます。右側に寄せて、この中、このおはしょりの中のポケットに入れます。その時これを引っ張れるようにしておいてくださいね。中に入れます。中に入れます。そして見えますかね。おはしょりが入ったら腰ひもで留めます。紐で留めます。腰紐は真ん中を持ってお腹に真ん中がきます。後ろに回してバッテンコして引きます。引きながら前に持ってきた時にここ下ろします。これを下ろしてその上に紐をかけます。これを下ろしてその上に紐をかけます。あとは帯に隠れてしまう部分なのでぐしゃぐしゃでも大丈夫です。はい、そしたら後ろの処理をします。ここおはしょりの中におはしょりをしまいます。でつながりますね。ここがわかりますかね。つながってます。この中にこのおはしょりが入ってますね。
余ったら引っ張っておきます。そしてここ重要なところですね、ここが引けるようにします。腰伊達締めの下から引っ張れるようにここを伸ばしておきます。これ2段おはしょりです。そして伊達締めです。伊達締めは真ん中を持って胸の上の方から下ろしていきます。背中で交差させます。どちらが上でも下でもいいですけども、片方を交差させ引っ張ります。ここで伊達締めを上から下に下げながらさっき処理したおはしょりをしまいます。伊達締めで押さえてしまいます。ここにで全部この伊達締めの中に先ほどのおはしょりが隠れます。2回からげたらひっくり返して先っちょはしまいます。先っちょをしまいます。ゴツゴツしないですね。で、後ろから見ると1段目のおはしょり、そして2段目のおはしょり、ここを引っ張るとこの背中の布が引っ張れます。背中心合わせて引っ張ったり布を背中のライン、綺麗なラインになりますので、あとここですね、横ここも引いてあげて横も伊達締めの中にしまっておきます。ここもですね。で、洗濯バサミを取ります。はい、出来上がりです。いかがだったでしょうか。長谷川ひろこの一日来ても着崩れない着付けの仕方でした。